ハンマー家の本家の本物の貴族のハンマー王先生です。私はね、世界を正す神なんですね。犯罪とか悪いことを最大のそういう悪いものを抑える働きが仕事なんですね。ですから全部まっとうなことしかしないんですね。それに対してね、だから私に対して、神に対して、正しくする神に対してね、妨害、仕事妨害だとか、妨害とか、こちらに対してね、攻撃とかいうのは、実際はね、世界で、最大の犯罪をね、抑えを外すためにね、私の仕事の妨害、正しくする神なわけですね。で、その妨害をしてくるわけですね。最大の犯罪をしようということで、人間たちがね、身近の人、家族の人もそうですけども、少しでも私の妨害というのは、世界最大の犯罪を抑えることを止めることをね、妨害してくるわけですね。だから世界で、地球で起きる最大の犯罪者なわけですね。それをやるわけですね。だから世界の犯罪を抑えようとして力使ってんのに、その仕事を、その犯罪をするのと同じ、それ以上のことをしてるわけですね。妨害をしてるわけです。人間、私に対して誰でもそうですね。妨害、ちょっとでも妨害とかね、悪口でもそうですね。っていうのは、私が世界最大の犯罪の正す神様なわけですね。それに突っかかってきてるわけですね。神様に、私に対してですね。本家の本物の貴族。これが私の仕事なわけですよね。で、どんな役員だろうと、人間ね、役所だろうと、警察である、裁判所であろうとね、私に対して一般人とか関係者ね、全然関係ないけどね、正す人いませんけど、神はいませんけど、私の、親戚とか関係者に誰もいませんし、友達なんかもいませんしね、神様ですからね、正す神様だから、ちょっとでもやっただけで、悪口やってる、かけた、妨害かけてかかってきてるわけですよね。YouTube でもね、悪口言ったりしてんだけど、人殺し以上やってんです。それ、犯罪を止める仕事をしてるのに、それに対してやらせないで、たくさん死んでるわけですね。その突っかかりでね、かかってきた人のせいでなってんですね。落としてきてますから、ね、みんなね、そういうことをよく知っていただきたいですね。全部しけなわけですね、私にちょっかいかけた人っていうのはね。で、全部そうなんですね。だから地球上で起きた最大の犯罪っていうのは、全部私がね、正しくする神様だからね、仕事してるんだけど、それに対してね、犯罪を抑える仕事をしてて、抑えられなかったっていうのは、それは人間たちが私にね、脅してきただね。脅してとかね、妨害なければ、大体正せるんですね。で、力が強いんでね。だけども、私に対しての攻撃に対しては、自分を優先しますから、自分をね、守るために優先しますから、できなくなるんですね。神様の仕事を、正す仕事の神様ができないわけです。ね、だ、それを知ってて、人間たちは、
私にその妨害とか小出しとかしてくるわけですね、たくさんもね。だいたいその悪いことをするためにね、私が抑えるということができないように攻撃をしてきます。で、その摩擦で1日1000人ぐらいはね、亡くなってるわけですね。まあ一番多いのは、その真面目にやるのは嫌だっていうことね。で、やっつけろということで来るんだけども、やっつけられないと、相手は神だからということでね。で、殺されるね、というのが多いんですね。だから人間たちね、そういうふうなことに、私の方の摩擦では、人間と私の関係ではそう、神様なんですね、私は。正す神様。だから、すべてそうだから、なんか突っかかってきたり、なんかね、文句言ったり、するのは、正す仕事を妨害して、悪いことをして、ね、なんか稼ぎたいと、人間たちは。そういうことで来てるだけですね。全部すべてそうでしょう。で、たくさん殺人者が人間の中にいるけども、捕まえない人は一切捕まえないんですね。実際は警察は犯罪をする仕事が専門なんですよ。人間たちは強肉食生物なんですね。道具を使うと強なるんですね。で、生きていくというのが標準的なことでね。力で勝てれば何でも盗むわけです。